はあ、ちなみに今日私はこっそりマスクはこの色なんで、ちょうどこの 何線だっけ、なんとかなんとか線難しい名前だったな。何線だい、あ、これだ。長堀鶴見緑地線。なかった。なかったって言っていただかないで。ね。で、ここが、これは大阪ドームじゃないです。なんていう、あれなんだっけ。なんとかドーム。まあいろんなイベントとかができるようなあれな、多目的スペースみたいな感じなんでしょうね。野球とかをやるにはちょっと小さい感じが出てますね。ここは楽卓とね、まあ結構開けた感じですね。大阪駅に行くけどもあるんだ。大阪駅行ってもあれだしな。一応こっから門真駅はちょっとあるのかな、距離が。これに乗ったらそのまま大阪駅の方に行けるみたいですけど、いや、さすがに今から大混雑した大阪駅に行くのもしんどいな。どうにか生徒はあるけど、吸い出しできるところはそこのローソンぐらいしかなさそうかな。他は着くなぁ。では阪神高速か。まあ、こんな感じですね。まあ、あとはバイパスがズドンと通ってるような感じなんで、こちらは、まあ、駅前は本当にさ、あそこの施設に用事が、ドームに用事がある人以外はそんなに来ることないのかな。実際ほとんどの方が手前の緑とか、あ、その手前のところで降りていってましたもんね。ちょっと勢い歩いてみる？あんまなんもなさそうだよね。高速道路拡幅工事やってんだ。あ、矢作切り定期産業医ね。はぁ。ちょっと住宅もそこそこあるにはあるんだ。まあ車でも便利はいるし、ジオコインパーキングもある。まあ1日3台あるもん。土日は1400円になるんだ。そういうことか。どうもイベントやるからか。イベントがあるときは使う人が多いってことでしょうね。じゃあやっぱこっちの方に来てもらうんですね。遊園地効果は大変遅く人らしいです。
まあ、こんだけ痩せたとそんなとた、うん、すごいな。で、ああ、だだだ、ちょっと行こう。あ、どうも中も取れないでしょうし、もうどうぞ。うん。なんか最近ありましたよね。エネオスかどっかで設備更新のなんかやつ不正があったとかどうのこうのか。うん。最初まずですね。昭和橋やったっけ。大将はどんな感じなんでしょうね。よし。